朝倉に来るの、朝倉に来るの、朝倉に来るの。皆様ごきげんよう。皆様ごきげんよう。また来ちゃって。大好評のね。そうですね。ウリナさんとのコラボ、本当に大好評でしたね。本当にすごかったですね。すごい再生数。本当に。こっちもおかげさまでな。あ、そうですか。ウリナさんのね、魅力にたくさんの人が気づいてくれて、今日またコラボさせていただくことが決まりましたので、ありがとうございます。料理一緒にやっていこうか。やばいよマジで。しかもね、誰も止めないじゃんこの企画を。さっきも海くる言ったけど、ペヤングのお湯が切れないんですよ。ペヤング開ける、で火薬とソース入れて、でお湯沸かしておるパッて入れる、全部流す、あ俺の人生っていう。それ俺100回以上やってるんだよ。ソース先入れちゃってんだよ。そうそうそう、火薬もだから先に手出すのと一緒で。違うか違うか違うか。やばいよ。ソース入れちゃうんですか先に。入れちゃうの。それやばいですね。で結局全部流して、三角コーナー全部流れて、でしまいには麺もドバッていっちゃうから。じゃあ料理したことないんですか。ないないない。初めてやってるんですね。まあでも基本天使だと思ってるから。そうですね。まあ多分できると思う。本当にサポートアシスタントみたいなのつかないの。いや、なしです。ないよね。もう一人の力で作る。はいはい、やりますよ。でもあの料理中に、うん、ウリタさんといえば人生相談ですよ。ああそうですね。それも一緒にやりながらね、もう贅沢な回になると思いますけど、じゃあ行きましょう。お願いします。行きましょう。お願いします。よし。午前中の赤坂を朝倉未来と歩いてるのはすごいよ。今朝は練習でしょ。朝も今練習、殴り合いしてきました。すごいね。毎朝も殴り合いです。でも先にやっちゃう方が、後はそのまま自分の予定入れれるもん。そうなんですよね。中間にあの練習が入ってる方が逆にしんどいよ。確かに確かに。賢い。俺あの発音、いわゆるコメントで指摘されたの。俺の言うミクルって発音が。まあ確かに違いますよ。違う違うって言う。でも、こっからこの発音が来るから。あ、来ますか。来る来る。前田さんもその、あ、そうそう。前田さんとコラボするわけ。今話してますけど。あ、そう。前田さんは絶対寂しがってるわ。僕ね、試合が決まってたんで、ちょっとまた後日って感じで言ってたんですけど、試合流れちゃったんで。朝倉君大好きだった。前田さんいなかったら僕、格闘家になってないですよ。あ、そう。アウトサイダーなかったらさすがに。アウトサイダー本当に、あれだよね。俺みたいなチンペレバイも変だけど、アウトサイダーには多くあるわ。あ、本当にそうですね。格闘技習いたての時とか、プロの人とか、あるいは他の道場の人の話聞いてると、アウトサイダーイコール弱いっていうか、プロの人から見たら、アウトサイダーでしょみたいな。ああ。そういう空気だったのを、朝倉兄弟が変えてくれて。ああ。それ悔しかったんですよね、僕。うん。チャンピオンになったぐらいに、プロでは通用しないでしょみたいな。うん。いや、勝てるでしょみたいな感じで、僕らは。そこ結構、勝てになってましたね。しかもみんな、アウトサイダー出てるこの方が、プロの、2時間ぐらい客も呼んでたの。そうなんですよ。うん。そこもできないとプロじゃない。確かに確かに。めちゃくちゃ強くせに人にも呼べないとかな、いつも家族しか応援来ないみたいな。チケットも売れないなんてやつさ。いますね。うん、興行に合わないよ、そんなやつ。それ分かってない人多いですよね。うん。自分の格闘家の価値が、その強いだけにフォーカスしてる人って多いんですよ。そういう人って、相手のなんか人気にあやかってる人とか多いと思うんですね。それ感謝しないといけないですよね、毎回。そうだよね。相手が有名だったら、そうそう。カードも成り立っちゃう。はい。動物園で言ったら、サイが一番強いとか言うじゃん。動物の中で。あ、そうなんですか。でもサイに人気がないから、結局ゴリラのとこに人が集まるんですよ。そうそうそう。そういうことですよ。強いのはサイかもしれないけど、サイを見に人はいかないじゃん。そうですね。動物園に。はいはい。ゴリラの方が強そうなんですよ、ね。強そうだけどね。ライオンの赤ちゃんに似てないミドルって。そうですか。ホライオン。ホライオン、それ、似てるんですよ。タクマもコカバって言われてますから。そう。確かに似てるですね。似てるよね。はい、あの、笑って、可愛く笑った時とか。はい、ということで、買い物終わりましたんで。はい。いくらでしたか ?2000 ちょい。2000、2000いくら。すごいっすね。こっち5000円ぐらい行きました。おぉ、倍だな。第1回目のさ、俺 YouTube 始めますって言ってる時の感じと、今の焦がれた感じ違くない？ああ、確かに。第1回目の時はさ、なんか元銀行員のヤクザみたいな感じ。元銀行員のヤクザ。元銀行員がさ、誰かに探してもらってヤクザになりましたから、経済ヤクザみたいな感じだ。はいはいはい。確かに。あれもいいけど。はじめまして、朝倉未来です。今回からね、YouTube に動画を投稿していくことが決まりました。いやー、楽しみですね、YouTuber。まあでも、本当に YouTube を始めたことによって、成長しましたね、いろんな部分で。ああ、人にも合うしね。
そうですね、まあ、僕は本当に友達とか少ないタイプで、うん、幅広く人と付き合うタイプじゃなかったんですけど、うん、やっぱ YouTube とか YouTuber とコラボするように、うん、してく間にだんだん成長してきましたね。柔らかくなってたの。すごい柔らかくなってた。それがコライオンなの。コライオン、コライオン笑った時もうコライオン生まれましたねこれ、うん、まあでも試合の時は普通のライオンになりました。ああそうだね。じゃあ実際に始めていきましょうか、はい、全然違うもんこれ。 UFC の選手がいるジムにさ、中学校の時のジャージしか持ってないやつ体験できるぐらいの差があるじゃん。何も揃ってないんだけど直接じゃあ向こうとこっちでやっていきましょう。人生相談を聞きながらやっていくということで、はいはい、ちゃんとテロップの中で、ウリタの方は本当に何もできないっていうのをちゃんと見てるけどね。途中から見た人に俺勘違いされる。できるやつと思われたらやばいよ。いやいや、そんな保険をかけてもらう。包丁ありますね。包丁使いますか。あ、ありがとうございます。これ、これ怖いっすよ。寒い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 。まな板もあるか。あ、ありがとう。では、うん、始めていきたいと思います。いきましょう。このプリン、あ、水をかかそうです。汗かいてますね、ほうれん草が。まず水洗いします。温度センサー、温度センサー、危ないよな。洗ってるよ。ちょっとね、このスープを、うん、一旦入れていくわ。お、こっちに考えたね、それは。ちょっとこれで見せていくわ。まあ、こんな感じですよ。洗ってるよ、あ、野菜は洗った方がいいかもしれない。そうですね、はい。できないと思ったらできないね。そうです、そうです。もうこれを機に、たまに奥さんにも。これ豆腐いきなり入れると、はい、油になっちゃうんですけど、こういう受け皿。ちょっと柔らかくなってきた。そうですね。バイトのオーナーが入ったばかりの僕に仕事ができないから、バカにしていきます。あの笑ってます。他の仕事仲間とは仲がいいので、辞めるか続けるか迷ってます。お二人ならどうしますか。あなたのやることはでも教育だろうって。できなかった時は誰もあるんだから、それを指導する教育をするのがあなただろうって。俺はできないの、今から覚えるのが相手の仕事だけど、あなたはそれを教えるのが教育だろうって。そうやってオーナーに言っちゃう。そうそう。いいね、早かった。料理は遅いけど、遅いから。全然ここで興味してないって。そうそう。僕はですね、結局できてないわけですから、その人が仕事結局ね、かだから悔しいんだったらできるようにしていくべきなんじゃないかなと思います。その人に言われないようにね、うん、やっぱり相手を変えるって難しいね、うん、相手にさ、もっと優しくしろよとかさ、うん、言っても変わらないんですよ。なかなかね、自分が変わるしかないでしょ。なるほど。僕はまあそういう考えですからね。俺はさ、ピクルって考えじゃないからさ、すぐ理解してやろうとして思わないから器がもうスモール器だからさ。そうそうそう。じゃあ2つ目いきますね。はい。付き合えたのに行ってしまったり、行動しなかった過去を後悔してしまう瞬間があります。吉田くんじゃないよ、違う。考えるだけ無駄だと思っても、ふと蘇る感情にどう向き合えばいいですか。その付き合えたのにその振ったっていう状況がちょっといろんなパターンがあるんだけど、好きでもなかった子に別に付き合えたけど保険かけるような子にだからとりあえず今はいいや、好きな子いるからこの子は振っとこうっていうパターンもあるし、好きだったけど性格的に芋引いちゃってちょっと今はって何も答えないで振っちゃったパターンなのか何なのかは分かんないけど、はっきり言ってその大事な時を逃すやつは何でも逃す。本当にそう。逃さないやつは身ぐるみだから逃さない。ああそうですね、うん、逃さないやつは逃さない。もうチャンスをね、そうそう、そういった他のことでも逃しちゃう。なるほど、さすがですね。どうですか。僕も一緒の意見です。一緒、一緒、いい感じになってきたね、料理が。次いきますね。自分のやりたい仕事が分からないです。働かないと生きていけないので働いていますが、このままでいいのか悩み中です。何もしなくて生きていけないわけだから、生きていくためにすることと自分のしたいことの生き方は絶対違うから、本当にしたいことに出会えてやれてるやつなんて一握りしかいないから、みんながそうだから俺のこと考えなくていいわ。勝手に、ね、長い人生の中にまた何か見つかるかもしれないし、
自分の今したいことじゃないって思ったらどんなことも否定的になっちゃうから、どっかで出会うのそのまま。分かんないけど、他のなんか仕事以外でしたいことをやってみるじゃない、習い事とか。ああ、それもいいかもしれないですね。そうですね。どうですか。僕はですね、仕事って人生の大半を費やすわけなんで、自分が好きじゃないことをやるのは考えれないですよ。まあ、みんなそうだと思うんですけど、まあ、その理想とね現実が違うのはやっぱあるかもしれないんですけど、まあ、自分が好きなものを探すことが大事ですよ、まず。だって新聞配達のバイトしながらボクシングの世界チャンピオンになってやるって思ってる子が頑張ったからってチャンピオンになれるわけじゃないわけじゃん。でも新聞配達頑張って生計立てながらボクシングのチャンピオン目指してた子は振り返った時にその頑張った自分を絶対評価するし後悔はしないはずだから、生きるための手段でしたいこと、したくないことを選択するのも今後したいことに出会うための手段だし、初めからしたいことだけ選択して全員が成功できるなんてことはないと思うし、一握りだから、朝から見てるみたいなこと一握りだから。でも勘違いしちゃいけないのは、そのためにしたくないこともずっとしてるし、日の目を浴びてない時期もずっとあったわけだから、その時に怠けたのからちゃんとやりきったのって知られたと思うの。また俺が偉そうに何言ってるって話だけど、いやいや本当ですよ、今ウィンナーやりたけど話だけど、ミクリはだってあのアウトサイダー出始めの頃は仕事してましたから、うん、そうですね。あれだって僕好きな仕事してましたから、この仕事はやりがいあるなっていう仕事を続けて、なおかつ夢に向かって努力したっていう練習ね、毎夜毎夜練習して。まあ、でもね、僕一回友達にね相談されたことがありまして、昔、あ、僕完成しましたね。あ、完成。どんなやりたいことはあるんだけど、うん、今やってる仕事が忙しくてできないみたいな、うん、仕事を辞めることはできないし、でも僕はね、大体の人ってなんか8時から夕方の5時ぐらいまで仕事があって、そうで、まあこの後ってフリーな時間じゃないですか、うん、5時に終わってそっからなんか例えば7時、8時から友達と飲みに行ったりすることが多いと思うんですけど、うん、その時間で、ね、僕は遊びに使うんじゃなくて、その時間に例えばもう一個のバイトをするとか、うん、お金貯まるじゃないですか、うん、それを使って新しいことをするとか、自分のやりたいことをの努力する時間にするとかね、うん、僕もそういう生活してましたから、ね、設備の仕事をしつつ仕事から帰ってきたら8時から10時まで練習をして、8時から練習して帰って、まあ12時とかやって、うん、寝て次の日朝6時とか起きてまた仕事やってたんですけど、それっていうのが自分への投資なんで、こちらですね、コチュジャンスープですね、トマトっぽい風味が入って、これひっくり返すの？いや、目玉焼きはひっくり返さないです。はい、ひっくり返さないひっくり返さないです完成ですね。完成ですね。じゃあ並べていきたいと思います。人生相談終わりですか。じゃあもう一つ。高校3年です。友達できなくて転校したんですけど、今のところまだできてません。友達が欲しいというより、深い関係の友達を増やしたいです。アドバイスお願いします。深い関係の友達か。あの友達って作るんじゃなくてできるんですよ、絶対。そうなんですよね。作ろうとしてたらそれが自分の求めてるものと違うから見つかってないだけで、できるの絶対に。作ろうとしたらダメだよ。やっぱね、彼女とかと一緒であるじゃないですか、三大因果って、フィーリングとハプニングとタイミングって、はいはい、ハプニングが大事だと思いますね、やっぱり。友達もきっかけね、きっかけみたいな、こういうのがあって深い関係ないから、うん、それはなんか作ろうとしてできるわけじゃなくて、自然に自分の人生を生きてる時にハプニングで出会った仲間みたいな、うん、そういうのを結局みんなハプニングを起こすにも行動しないとハプニング起きないから、行動一旦しないと、ね、そうそれをわざと起こせばいいんだ、エドみたいに完成しましたか。完成しましたね。いやすごいなんか豪勢な食事じゃない確かにレストラン来てるんだよな。こんなバナナのおしゃれな切り方ありますかね。マジでお腹減ってたんで。でもご飯と汁物は全部そっちバカにしちゃった。いや大丈夫です。まるで僕らのコラボの関係性みたいな。そうそうそう。
じゃあ実際対応いきますか。え、俺らがほとんど新鮮になる。そう先に俺らが食べた方がいいですか。みんな一緒に、みんな一緒に食卓です。コライオンが払えてる。いきます。なんかいいっすね、こうやってみんなでなんか一緒に食べる。久しぶりですね。そうね、こんなんないでしょ。じゃあ、よろしいでしょうか。はい、それでは、皆さん手を合わせていただきます。いただきます。いやー、楽しみだな。じゃあ、このアスパラからいきます。やばいよ。あれ、アスパラいけるんじゃない。アスパラうまいっすね。アスパラうまいよ。シャキシャキして、うまい。うん、うん、あ、ちょっと濃い。ナイスリアクション。ご飯と食べたいです。おかが好きなご飯、うん、なるほどなるほど。豆腐がいい休憩なんですね。昼のこれいきます。皆さんそれは絶対います。うん、どうすか。これえのきめっちゃうまい。うまい、うまい。この卵いきます。はい、どうでした。卵でした。うん、ウルテさんの方もザーッと朝食っていう感じで、うん、あ、うまいよ。ソーセージうまいですね。めちゃめちゃ味付けこそシンプルなんだけど本当にいいですね、これ、うん、ソーセージめちゃくちゃうまい。ここがセンス、あ、センス。これってでもさ、素材を褒めちゃうことになるのかな。そうそう。まあ正直焼いただけですから、ね、焼き加減めちゃくちゃ正直で言うじゃないですか。この焼き加減見てください。焼き加減ですけど、緑の肉は美味しいけど色がちょっと悪い。緑が少ないみたいな。客の来ない定食屋のガラスの中のローでできたあれみたいな。ネギを緑のネギにしたよ。なるほどね。最後にパラパラ色味がね。じゃあ朝さ起きて腹減って、あーそっか飯できてんのっつって、よしってなった時にどっちに座る。肉のナスとウリタソーセージ。あー、その日によるな、うん、その日の腹減りとによりますね。俺はみんなで裏切りを待ってる。がっつり寝起きだったらやっぱウリタさんの方かもしれないけど、うん、逆にちょっと二日酔いぐらいででもお腹空いてる時だったらミクルの方行っちゃうな。これあれなんじゃないですか、昼か朝からいろいろ、これ、うん、完全にでも朝これ出てきたらマジで感動する。うん、いやー分かったな。完食しましたね。早いね、食べると。腹減ってましたか。久しぶりにこんな、なんですか、バランスのいいとか彩りのある。でも僕ね、意外にマジで自炊してるんですよ、最近。へえ。運動と料理と掃除するだけで掃除、人生幸福感上がります。おお。マジでコンソメスープって何なんですか。これコンソメスープですか。コチュジャンスープです。だからちょっと辛かった。ちょっと辛かった。これちょっと癖になるね。そうですね。スープこれ癖になる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。どうでした。ということで、なんかね、まあ、色だけ買って。なんか作る前に勝敗を決めようと思ってたんですけど、うんうん、その実際作って並べたら2つで1つでした。あ、なるほどね。補い合いあったっていうか、うん、すごい相性だ。そうそう、まあ、化学反応です。なるほど。 YouTube の方もねすごい化学反応が起きて、はい、すごい大好評なんでね、まあ、今後もねコラボしていけたら、してもらえたら、ね、嬉しいなと思います。サブレギュラーって狙ってる。